ごい爆風なんだけど、すごい爆風。なるほど。彼女をお借りしますのでエピソード3始まったんだね。これで暇つぶしになるな。彼女をお借りします。次なんだよね。面白い。やっ、おはようございます。5時49分九州湖畔キャンプ場3日目になります。朝のね3時50分頃から夜明けなんだな。夜明けとともにカラスが鳴き始めんだよ。カラスとカモメ、海猫鳴き始めます。うるせえ。それで一回起きる。もういいやと思って。今日は洗濯、ね、洗濯とあとはなんだ、洗濯とあとちょっと南の方行ってみようかと思います。南の方行って午後からかな、天気良くなってから行って、あとはまあ、礼文林道を走れればいいかな。これ、街でやってんだね。九州湖畔キャンプ場って、礼文町長の好印象あるんだね。もう2泊です。今日も乗れっかと思ったんだけど、今日無理だな。雨雲レーダーは雨のマークないんだけど、降ってる。思いっきり。もうちょいで、もうちょい、やんだらちょっと出てみたいと思いますね。で、城内への車、バイクの乗り入れは、オートキャンプサイト及び、コテージ以外は、ダメだと。電車も同様っていうことです。いなくなったね。もうライダーで止まってたんだよ。いなくなっちゃった。あとあの赤いテントの女性もいるな、まだな。毎日天気が良くならない。あっちの天文台みたいなのも雲で隠れてるもんね。多分あっちに立って雲で隠れてんじゃねえ、多分。さっきまで10時頃に晴れるってなってたんだけど、予報変わった。ダメだ。2時頃まで曇りのち雨 50% だね。ダメだ。暇すぎてね、フラッグ付け方してた。国連フラッグ3つに、レブン島ハートランドフェリー限定かなのフラッグ。ましたね。ただこれ布なんだよね。布汚くなりそう。まあ帰ってから洗濯すればいいんだけど、多分継ぐ頃には結構汚くなってんじゃないのかな。15時20分で、今日ね天気予報も雨雲レーダーも全部外れてる。そろそろ降ってこないはずなんだけど。いや、なんか雨雲レーダーは16時頃からちょこっと降るみたいなこともかかってて、書いてたけど、なんか全部外れてるな。今日はダメだな。お腹減ったんだけど、せめて18時頃には上がってほしいな。飯食べと温泉にでも行きたいと思います。そろそろね、頭痒くなってきてね。
いや、ここのシャワーでもいいんだけど、キャンプ場のシャワーでもいいんだけど、シャワーより温泉の方がいいでしょ、やっぱり。わざわざ来たんだからね、一回くらい礼文島の温泉入んないと。飯食べてね、その後軽く晩酌して、あと寝ればいいんだよな、本当はな。16時です。まだ雨止まないね。もう今在もうね、雨雲レーダーは思いっきり外れてるからダメだな、これ。結構暗くなってから晴れで移動しなきゃいけないかもしんないよ、もしかしたらね。完全にダメだ。しばらく雨は降りませんって降ってるから。結構な横殴りの雨だよ今日の雨は。風は昨日より落ち着いたけど、それでもすごいな。あー、これは、いつになったらやむんでしょう。俺は飯を食べに行きたい、温泉に行きたい。昨日美味しいな食べたからね。何これ、白飯どこにも行ってないのよ。なんかもうスーパーも歩いて5分10分で5分くらいで着くんだけど、そこも横殴りの雨だし、傘は持ってきたんだけど濡れんの嫌だしね。多分足とかぐちゃぐちゃになって終わるから、どこにも行きたくなくてずっといました。で、今ご飯作ってて、何で食べようかな。マーラージャンを混ぜて食べようか、カレーまでもめっちゃわかる。カレーにして食べるか。あとね、何かあったら醤油もあったけど、何やったっけ。あ、これだ、これ出てこねえな、出てこねえな。豆板醤もある。塩もあるんだけど、塩とかね、まあいろいろ何がでやって、あと夜中23時までセイコーマート空いてるから、レブントの夜中、あの雨やんだらタバコ買いに行きたい。タバコが欲しい。あと残り5本、1時間に1本だね。暇すぎてかなり吸ったもん、タバコ。20時20分、また雨降ってんだよな。タバコ買いに来てんだけど、タバコ買いみたいな。もうね、セイコーマットしか空いてないから、セイコーマットまで多分10分くらいなんだけど、まだ横風とちょっと雨パラッと降ってんだよな。もうちょい止まないかな。多分明日海の日だから晴れるはずなんだけど、何時に晴れんなの。そうだね、まさか離島でナイトランになるとは思わなかったね。まあこれはこれでいいんだろうけど、でもまだ降ってる。風と雨は少し止んできたんだけど、またですね。もうちょい。今日は3日目、何張りだ ?1、2、3、4、5、6、俺はめて7張りです。ずっと俺来た時からずっと天気悪かったから、今回礼文島に俺と一緒に入ってきたような人はみんながっかりして帰っただろうね。俺もがっかりして帰りたくねえんだよな。また来なきゃいけなくなるから。おはようございます。夜明けから海の日。海の日で3時半。そうそう、夜明けなんだね。鳥とカラスだね。うるせえんだ、ここ。起きました。じゃあ、セイコーマートでお買い物完了。カセットガスもなくなってね、カセットガス欲しかったんだ。で、ほら、すごい。1円消費だだけでチェーン錆びた。今気づいた。
うわぁ、と思って。すごいね、海風ね。さすが島。さすが島だ。はぁ、すごい。ちょっとプラッとね、この通り神社あるから、神社だけ写真撮って、あと、キャンプ場戻りたいと思います。礼文町三内神社県内神社ヘルメットおじさんが行く神社おお、雲かい開かない開いた賽銭箱おお。ちゃんと記帳すっとこあってね。ヘルメットおじさん、ここにいたる。北海道放浪バイク旅2023って書いてきたよ。内寺っていうのかな、内路稲荷神社。なんとか島神社例大。何月中。へー、あ、これ閉まってるね。はい、帰ってきました。9時後半キャンプ場。また雨降ってきてね。今9時10分なんだけど、10時まで 20% で降ってる。11時頃からちょっと移動しようかと。どっかに遊びに行こうかなって思ってます。11時ほんとダメだな、長期戦です。曇ってます。10時現在曇ってます。あー、やっと道路乾いたよ。道路は乾いた、乾いたけどまだすごいね。多分ね、スカイ岬とかね、あっち行くと真っ白なんだよ。多分レブン林道も真っ白だと思うよ。多分変わんないけどね。琴岬も真っ白でしょう。さっき札幌のライダーとも話したんだけど、多分真っ白でしょうねって言ってたから、もう一泊ダメだ。多分ヘルメットおじさん5泊はすると思うぞ。多分もしかすると明日の朝で綺麗なやつ見れなかったら5泊だ。早朝見れたら帰る。おや、あ、ここにもあるんだね。あー、神社。さっぱり気づかなかった。利尻富士も見えません。ダメですね。ターミナルのとこね、からまっすぐ来ました。カナリアパーク行きたいと思います。カナリアパーク。何かの、映画の何かだったとこでしょ？確かね。はい、北のカナリアパークです。どうなってんだ。みんなお墓あるよ。お墓、大型車両はこちら。珍しいなって見られてるな。3メートルもの
この Z は。北のカナリアパーク。なんとか小学校、三崎分校。おう、おう、おう。東大、あそこからぐるっと回って戻っていくのかな、もしかすると。それっぽいね。へえ。ソフトクリームが美味しいのかな。やべえ、ヘルメットおじさん大変な失態をした。財布忘れてきたテントの中に。俺朝かわいい買い物行った時ずっとリュックの中入れてたか思ったら財布なくなってる。マジか。まあ困ったね。まだ戻らなきゃいけねえ。マジか。おい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 って感じだ。どうすかな。とりあえずぐるっと回って、とりあえずこっちだけ回って戻る。キャンプ場あのなんとか稲荷神社ってやっからそこ写真撮って戻ります。はい、礼文島の南の最果てです。こっから歩けるんだけど C1 だからダメなんだね。礼文あつ森ロード最終点です。最終地点です。礼文島線道道40号礼文あつ森ロード。じゃあ戻りたいと思います。キャンプ場の方に。まだ20分かけて戻らなきゃいけねえのかよ。